久保さん、今回はこれはやめとけと。僕ね、コンサルでね、それはや,やめといた方がいいんじゃないと。まあ、任せるけど、俺はおすすめしないし、やめとけとただし、それは自分で決めろと。いうことをアドバイスしたことがあるんですけど、当時ですね、多分、3000万か2000万ぐらい稼げて、稼げたあたりで、吉田さんと。まあ、僕1億ぐらい稼いだ子がいるんですよ。もう今何億かわかんないですけど。 ランボルギーにウラカン買って今、アベンタードール乗ってますからね。<laughs> 何を稼いだのか分かんないですね。だまあ最終最後、音声対談取ったのが1億ぐらいですか。で、その子が、その2、3000万稼いだあたりで、吉田さんとちょっと飯行きませんってって飯行って、まあ、話してたんですけど、やっぱこの情報ビジネスって、やっぱ名刺として、なんか、ちょっとうさんくさいし、なんか、なんだろうな、うん、表だってあんま、なんかダサいし、 なんかコンビニのオーナーやろうと思うんですよね、と。で、コンビニのオーナーだったら、まあ、まあ、一応名刺としては使える。なんかセブンイレブンのオーナーやってるよってだったら、なんか認知度もあるし、みたいな。なんかそういうの話し出してまあ、絶対やめとけ、と。<laughs> いや、俺はやらないし、今までいろんな人見てきて、いや、一緒やと。ね、情報ビジネスで稼いだ後、結局、うさんくさい、なんか、白目見られる。だから、 店舗やる。そういうなんかやる。で、結局そこで赤字垂れ流す。で、また結局戻ってくる情報ビジネスにね。それ何人見てきたかわかんないと。俺はもう絶対に情報ビジネス、コンテンツビジネスはもう徹すると。んで、あの、まあ、やらないとわかんないけど、このビジネスっていうのは正直売り上げバンバン上がって、普通のビジネスちゃうと。でね、普通のビジネス行ったらめちゃ大変だよと。利益上げるのめちゃ大変だよと。 うん、本当に、あの、とりあえず、今は、あの、コンテンツビジネス、情報ビジネスに徹してね、まあ、とりあえず売り上,上げ上げまくって、じゃその後、余剰資金で、趣味でね、趣味でやればいいんじゃないっていう。趣味でええやんと。ひとまず、もっとね、まあ今、2、3000万だけど、もっと上げられるから、うん、とりあえず徹しろ、という話をして、わかりました、つってね。まあその後、まあ、結局、1億ぐらいですか、稼いで。 ま今何やってるかわかんないですね。連絡来ないんで。うん。そう。あの、アベンタードールまでは知ってますけど、そう。アベンタードールは載せてもらってないんですけどね。裏ラカン、は載せてもらいましたけどね。すごかったですね。そう。<laughs> まさかみたいな。だから、東京のね、ルノワールでねその学、大学生だったんですよ、当時。当時、大学生で、あの、僕の本買ってくれてね、Facebook にね、メッセージが来たわけですよ。吉谷さんと、本買いましたと。 で、今僕、あの、手探りで情報ビジネスやってるんですけど、まあ、あの、まあ、習いたいと。うん。で、会いたいですと。で、来てね、すげえ長文が来たんですよ。で、まあ、安くないよと。うん。知ってます。腹、あの覚悟はできてます。じゃあ、じゃあ、東京まで行くよ、つって、東京のね、いつものルノアールですね。東京の八重洲口にあるルノアールですよ <laughs>。いつもそこであるんですけど、そこで、 吉田さんみたいなねあのすいません現金100万まあ当時100万だったんでまあ今はコンサル300万ですけど <laughs> 当時は100万だったんでで100万本当は持ってこようと思ったんですけどちょっと時間がなくてみたいなちょっとこのあと家まで来れますかと「もういいよ」っつってねその大学生の家まで行ってその大学生の家部屋入ってねタンスからねあの札束出てきて「吉田さんこれ数えてください」みたいな。 <laughs> もうそのそ,そっからそっからそそっからランボルギーニーですからね,なんかねでもねすごいやっぱね前のめりでやりましたようんだからなんかねあのー、あんまいないですねうん吉田さんあのセミナーのやり方を教えてくださいとか多分ね久保さん多分質問あんまなくないですか多分1000人に1人いるかぐらいじゃないですか久保さんセミナーのやり方を教えてくださいとセミナーでどうやって売るんですかみたいな セミナーやりますで、すかでその子はそういう感じだったんですよ。で、じゃあ、じゃあ、最初、そうそう、最初、あの、セミナーやったことないから、じゃあ、じゃあ、ね、あの一緒にやるぞ、つってね。で、一緒に僕が集客して、僕がセールスレター作って、一緒にやったんですよ。もう現場で教えてるって、みたいな。でけ、そのセミナー参加してる人もポカンなんですけども。<laughs> なんか、その子が、セミナー始まって、2、30分でいきなりセールス始めたんですよ。 で、おい、何やってんだろうみたいな。で、その休憩中ですよ。お客さんいんのに、まああそこでセールスしたらあかんやろみたいなね。お客さん、ボカンですよね。なんか、セミナーの休憩中に、なんか、スパルタンの指導してるみたいだね。そう。そんなやってましたね。で、そのセミナー終わった後、彼は一人でね、あの、セミナーをこうやって、バンバンやってね、東京、名古屋、大阪とか、まあ、もう、月に、週に2回ぐらいか。週に2回、だから、合計、 8回とかか付き合って、で、セミナーで売るっていうので、1000万ぐらいこう上げられるようになってっていうのが初動ですね。なかなか結構ね、あの、前のめりじゃないですか。あんまいなくないですか、久保さん、こういう人。<laughs> ね、そう。な感じでしたね。うん。まあまあ、僕はね、あの、コンテンツビジネス一択なので、他のリアルビジネスはおすすめしないですね。な、そうそうそう。 あの他にそのなんかダイエットまああのダイエットのねチャンネルやってる塾生さんいるんですけどその最近そのなんだあ,のあれを出したんですよあのサプリじゃなくてえー、っとプロテインだプロテインを出したんですよで僕はそのもう,もう決まった後もうプ,プロテインをもう作ってる作っちゃってる状態でちょっと相談を受けたんですけど言いましたよいややめとけと。 でももう,もう走り出してるからしゃあ,しゃあないからこういうふうにやってったらいいんじゃないっていうアドバイスはしたんですけどなんか本当にね在庫を持つとかそういうのは僕はねお勧めしないですねやめとけと一応言いますでも、まあ、やりたいんだったらやってもそれはその,その人の判断ですから僕はアドバイスするときにいやコンテンツビジネスだととりあえずこれで圧倒的に資金作れとうんっていうのしかいは言いますねだからやめとけっていうのはそういうことですね だからね、どうすか、久保さん。いや、久保さん、マージャン店やろうと思うんですけどって来たら、やめとけって言いません多分 <laughs>。言いますあ、マージャン店いいよって言います。多分、やめとけって言いますよね。多分 <laughs>。絶対カメラに向かって動画撮っとけって言いますよね <laughs>。うーん。いや、ほんとね、情報ビジネス最強ですよ。ほんとに、まあ、あの、これを極めた方が僕はマジでいいと思います。ほんとに、ほんとに。うーん。 だってこれで何億円作れるんだからうん、他いらなくないですかうんなんかもうみんななんかその世間体を気にするというかうーん、まあ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 しょうがないですけどね。みんな気にするのは。僕は気にしないですね。一番気にしてるのは自分の人生をより自由に生きるっていうのを気にしてます。他は関係ないですね。他人は関係ない。俺が自由であるかどうかを一番気にしています。じゃあ俺が自由であるためにどんなビジネスをやるべきか、コンテンツビジネスです。 なぜならば、利益もめっちゃ100%、ほぼ100%利益取れるし腐ら、腐らないし、資産になるし、なんだ、費用かかんないし、なんやこれ、みたいなね。<laughs> これ以外やんないですね。うん。だ余剰資金を作ったら、違うステージに行く、違うことやるっていう。とにかく余剰資金を作るまでは、僕は他を手を出さないって決めてますから。だから他の稼ぎ方もね、僕知ってますけど、 ね、15年見てきてお客さんが見てる情報の質より圧倒的にいい質もう間違いないっていう稼ぎ方知ってますよいっぱいだけど手出さないです、うん、みんなはな何が儲かんのかなって探してますけどこれ絶対儲かるやんっていういっぱい知ってますよやり方でもやんないです <laughs> でもやんないこれが最強だと僕は思ってますからうんはいいってらっしゃい